はい、今回リゼロのお話をしていこうと思うんですけれども、先日ですね、ついに公開となりました第3期のね、放送発表ですね。何かこうね、放送制作だったりとか PV の序盤なのかなと思っていたんですが、すでに2024年10月秋クールとしてリゼロの3期の方アニメ放送が決定となっております。まあ、リゼロから始める異世界生活の方第1期の方2016年となっていて、その後第2期後半クール2021年ということで、まあ、かなりね待ちましたよね。これに関しては制作決定っていうのは以前も出ていたんですけれども、それからいつなのかと待っている間に、まあ、例えばこのスバの3期だったりとか無職転生2期だったりとかね、まあ、異世界転生系数々の作品が名を連ねる中で頭によぎっていたのがおそらくリゼロっていう方もたくさんおられたと思います。今回簡単になんですけど、そのリゼロの第1弾 PV の方を見ながらちょっと気になった点とかピックアップしていこうかなと思います。ぜひ皆さんのリゼロに関するねご意見だったりとか、この PV を見て感じたことだったりとかあればコメントで教えていただけると嬉しいです。いつもたくさんのコメントありがとうございます。動画制作の参考及び励みになっております。では早速本題に入っていこうと思います。まずなんですけれども、リゼロ2期の方が、まあ、原作の6巻分となっていて2クール25話でしたよね。3期から5章となっていて、リゼロの中でも一番こう人気な章とも言われている、まあ、プリステラ編ですね。まあ、未だにリゼロが3期っていうところも違和感を感じるほど、それだけのスパンでね丁寧にやってくださっているのは非常にありがたいことなので、今回もかなり期待できる内容だということが PV でも分かりましたよね。まあ、個人的にちょっと注目どころなんですけれども、やっぱ作画についても非常にちょっとグレードアップしてるんじゃないかなと思います。かといってこう2期からガラッと変わったわけではないんですけれども、3期の方がやっぱ細かい動きだったりとかカットだったりとか、そういうところもすごい今のこの数年の間かなりこう高く進化しているようなアニメーションのねこう雰囲気ってところがかなりね PV で感じられたかなと思います。特にすごかったのが、まあ、エミリアとシリウスの作画ですね。ここの戦闘描写っていうのはすごい迫力があったし、特に今回この予告映像から見る限り、まあ、新キャラのねこうリリアナですね、こちらの物語を中心に戦闘がかなり多い描写となっています。でこの PV の第1弾公開でリリアナマスカレード役の生産も発表されていましたね。まあ、山根彩さんなんですけれども、記憶に新しいところで言うと機動戦士ガンダム水星の魔女のセセリアだったりとか、まあ、ちょっと雰囲気は違うんですけれども、結構しっくりくるような声なのではないかなと思います。で今回のねこの声優発表で気づいたことだったりとか PV を見て気づいたことなんですけれども、今回誰も喋ってないんですよね。これがまたいいんですけれども、これおそらく意図的だと思うのが、おそらく最後の最後まで伏せているんではないかなと思います。そこにもちょっと触れていこうと思います。でこれなんですけれども、シリウス・ロマネ・コンティってエリオール大森林でエミリアの母親代わりであったフォルトナ説っていうのは結構有力だったと思います。もちろん銀色の髪の毛だったりとか瞳の色、ペテルギウスへの執着だったりとか、100年以上滞在司教を務めてその理由が長生きだからとか、まあいろんな理由があったんですけれども、今回リゼロの PV を見て、まあ、シリウスイコール、まあ、フォルトナ説っていうのはかなりね濃くなったんではないかなと思います。だからこそこう声優を隠さないと、同じ声優だと完璧にこうねネタバラシというかそこ繋がってるんじゃないかなということを確定するんじゃないかなというところで、今回これまで決まっているキャラクターたちも全く喋らない絵だけで展開していましたよね。まあこういうところも結構注目どころだと思いますし、どちらにせよこのリゼロシリーズにおいても一番盛り上がるショーとして、もうめちゃくちゃアニメ楽しみなんですけれども、特にこのショーっていうのは各地でいろんなバトルが展開されていて、こうオムニバス的に見られるのがある意味こう今までのリゼロのなかった雰囲気があるかなと思います。意外と言われてるのがリゼロ見たことないよっていう方結構たくさんおられるんですけれども、これっていうのはアニメの放送スパンの長さってところがあると思うんですが、ぜひともね秋までね一気に行くとすぐ見れると思うんで、それを見ていただいてこの3期に備えていただけたらなと思います。以上が今回簡単にこのリゼロのね PV を見て感じたことをまとめてまいりました。ほんとね秋にはねまた豊作アニメもたくさん登場してくると思うので、非常に春もすごいんですけれども、秋までこう楽しみが増えるっていうのは非常に嬉しいことです。ぜひ皆さんのこちらリゼロファンの方だったりとか、まあ、原作勢の方だったりとか、まあ、気になる点あればコメントで教えていただけると嬉しいです。今回は以上になります。まだ見てやってください。さようなら。